独特じゃないですか。なんかあるけど。今日はどちらに来られてるんですか。岩手県某所松茸堂さんという、まあ、あたりがね、今年から本格的に松茸を取り扱わさせていただいている松茸堂さんに、今日は松茸狩りを体験させてもらうという、今日が9月の上旬、まあ、まだ見つかってない、そうですね、第一松茸を発見できればと思いますんで、じゃあ頑張りましょう。行こう。え、そうやって飲むもんなんですか。おいしい。こんにちは、松茸堂の鈴木と申します。よろしくお願いします。今日はこれから山に入って松茸探していこうかなと思うんですけど、もう綺麗な川で、お水もう飲めるんですよ。飲み方があって、手とかも手袋してるんで、このまま顔を、こういうことやね。びっくりするかもしれないんですけど、熊がいるんで、ピストル、おもちゃですけど、音鳴らして、もうどかしてから行こうと思います。はい、ここを登って、マッサージ入るエリアに向かうんですけど、中松林、この山は、なってるので。松茸、どういうところに生えてるんですか。豊かすぎてもダメで、荒れすぎててもダメ、なんか中途半端なんですけども、適度に荒れてて適度に豊かな場所っていうのが松茸が好むみたいで、ここら辺だとちょっと湿度が多いんですよね。まだあの苔とかもあって、なのでもっと上に行くと日当たりとかで、風当たりもそうですけど、ちょっと乾いた時見えてくるんで、そういったところに多く発生する。やっぱ目立つんで松茸って、湧き見ながら歩いていただくと、たまに白く輝くものが見えたら松茸なんで。結構泥棒は毎年ですか。やっぱ人目がつかない夜行動をするんですけど、さっきの入り口じゃなくて、まあ、山っていろんなとこから入れるんで、県道に車止めて、ちっちゃいライトで静かに上がってきて、あるべき場所分かってるんで、そこにこうあからさまにないってなると取られたなって。ただ立ち合わせもしたことあるし、これ落雷の跡です。あ、本当だ、焦げてる。落雷があった、多かった年がいっぱい入るっていう。ああ、なんか聞きますね。迷信があります。今年やばいかもしれない。中腹超えましたね。中腹超えました。4分の3来ます。慣れてきましたね。え、松ぼっくりだね。真っ先に見えましたね。え、これなんですか。これは3日前ぐらいに取った花びらだけっていうキノコの、まあ、食べられる。食べられますけど、もう取った時からすでにちょっと古くなってたんで。これ夏キノコは湿度がそうですけど、へえ。松茸は逆にありすぎてもダメで、地面の温度測ってまして、調査というか来年以降のデータを取ってるんですけど、地表10センチのところの温度が、はい、まあ、一定の温度以下になると生え出すっていう、はい、結構あの研究が進んでます。今23度ですか。19度以下になって24時間ぐらい経つと松茸菌がこう活動を始めて、でそこから1週間とか10日経つと生え始めるっていうふうに言われてます。だから今22度なんでまだですね。まだです。早かったかもしれないです。あ、でもちょっとね、絶対どういうとこに生えてるんですか。よくこう放射状に広がっていくみたいな話をよく聞くんですけど、 それは本当なんですか。本当です。なんかこう松の根が生えていろんなとこにあるんですけど、これが根だとしたらこう生えてて、ここら辺にポッとできて、ここに放射状にできたり、まあ、そこを輪っかにできるっていうのを見て、根に沿って輪っかにこういって、まあ、根に沿って生える。ちっちゃいカビの胞子の状態からもうすぐ2、3日でもっと起きる。菌がこう活動し始めて、さっき言った19度以下になって1週間ぐらいするともう生える状態になって、生えるときはもう1日でってよ。1日で生えて2、3日でもいっぱいになって、9月から10月の終わり頃まで。今年ちょっと暖かいから少し遅れてるような。遅れるんだったらいいんですけど、秋が来ていきなり冬になる、夏が終わって冬になる可能性もある。そしたら遅れるっていうか縮む、適温の期間が長くないといけないってことですね。
さっき言った19度以下っていうのもあるんですけど、13度以上とかぐらいの幅でしか生えないみたいなんですね。そこを超えちゃうと思う。ないですね。本当土がふかふかだもんな。こことか多分なんですけど、去年とか松茸が生えてた穴なんですよね。こういうところに生えたり、ありそうだね。はい。ここ降りてきてるんですか。何ヶ月前とかの雨量とかそういうのも関係あるらしいんですけど、とりあえず目下19度以下になってくれるのを待ってるみたいな。じゃあ松茸食べられたことあります？感動しますよね、食べたら。やっぱ違うんですか？岩手県産です。なんか食感と香りは格別だなっていうのは感じますね。香りがとにかく強いっていうのは言われてて、まあ長野とかも有名ですけど、岩手って海に近いんで、海のミネラル含んだ風とかが上がってくるんで、ちょっと塩味を感じる。松茸山は多いんですけど、さっきお伝えした湿度とかがあって、同じ松が生えてても、全く松茸が生えない山もあるみたいで。松茸じゃないですか？なんかあるけど。あ、でも奥にもありますね。掘ってみます。あ、でもキノコよ、キノコ。ほら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 。これ松茸？これ違うな。俺が知ってる松茸とちょっと違うな。おー。綺麗。綺麗な。しめじよ。これ、なんですか？しめじっぽいですね。これはちょっと、このしめじだったら激アツです。ここら辺の人は松茸美味しいって言ってます。もう、明け方様に他と色がちょっと違って、もこっとなってて、輝いてね。これはね、またでもね、違うキノコに見えますね。これはなんか、知らんキノコですね。これはなんかすごい神秘的な色してるな。いや、なんかわかんないけど。すごいなぁ。なんかキノコって面白いですよね。面白いですよね、かわいいし。ちょっと踏まれてしまっておるが。これはなんかすごい。これ、しめじっぽい。しめじみたいな。こういうの、でもこういうのは山でよく見るよね。木に生えてる。キノコなんですか？木に生えてる。黄色いの中生えてる。そうです。あ、それ、あ、それもキノコですね。ああいう穴とかはキツツキの穴。キツツキです。まさに。あれ、やっぱりキツツキなんですか？はい。たまに本当に音しますよ。これは怪しい。すごい、くるみが落ちてる。これは食べられた後ですね。松だ、松。そう。そうね。超かわいいじゃん。いや、これはね、でも迷うよ。これは最強の毒キノコです。猛毒です。猛毒。こっちは、ポルチン。もうちょっとニュース。松の皮ってすごいな。熱いですね。こんなんが落ちてるんよ。松の皮よね。松茸の相場って毎年いくらぐらいなんですか、大体。毎年、100グラム、高級品で1万5000円とか。んで、キロ15万とかですね。我々が買うので、最高級品で、キロ15万ぐらいで。だからそっからさ、スーパーから買うんですけど、もうちょっと価格は絶対なんで。まあ、スーパーなんか15万とかの入れてないと思うんで。松茸堂ではするんですか？なるべくお手頃に。それこそキロ15万とか、10万とか、ね、そのくらいで、まあ、出してますので。ここぐらいかね。うん。松茸ありましたか？ないです。まだです。あとさ、まだ松茸ないそうです。惜しかったね。また来週かな。ああ。出れた。水が美味しい。すごー。ここから拾いまくるっていう感じですね。おー、これか。もう本当に去年のだ。やってるかな。もう発芽しないもんなんだね、このね。じゃあマロングラス。ということで、本日の収穫はなかったんですが、9月
末から11月ぐらいまでですか。11月の頭ぐらいまで取れるかなと。国産のまあ本当ね、高級料亭が使うようなお品がご家庭にも届くということですよね。はい、はい、おっしゃる通りです。松茸やっぱ鮮度に香りとか味が比例しますので、取ったものが翌日は届く、魅力的かなと思います。今日はこれが入ってますっていう、はい、でもう次の日届くんですよね。次の日夜中取って、その日の午後にも発送して、翌日だから鮮度抜群の松茸が届くので、でもスーパーとかで買うのとは味も香りも全然違うはずですので、まあ、そんなに数があるものでもないので、こまめにチェックしていただければと思いますので。そうです。